ラングレーはアメリカ海軍が保有した最初の航空母艦。収益時はプロテウス救急艦艦ジュピターであった。1920年3月から航空母艦に改造され、1922年3月に再収益した。艦名はサミュエル・ラングレー博士にちなむ。最大速力15ノット程度の本艦は低速のため戦艦や巡洋艦の艦隊行動に、 追従できず、単艦での行動や練習空母として用いられた。旧式化と新世代空母の収益により、空母としての役目を終え、飛行艦班の前方部分を撤去し、1937年、初頭から水上規模艦として活動した。また、観光部に残った飛行艦班を活用し、航空機輸送艦としても運用された。太平洋戦争開戦時は、 アジア艦隊に所属しており、日本軍の非党侵攻を避けて、両艦と共にフィリピンからオーストラリアへ脱出した。乱印作戦に伴い P-40、戦闘機輸送任務のためジャワ島に向けインド洋を北上中、1942年2月27日に道東チラチャップ南方で一式陸上攻撃機の爆撃を受けて、大破、随伴の駆逐艦に来撃処分された。 旧体艦、ジュピター・ジュピターは、カリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で建造された。1911年10月18日、寄港。1912年8月14日に、トーマス・カイルーム夫人から公演を受け浸水し、1913年4月7日に、初代艦長ジョーゼフ・エム・リーブスの指揮下収益した。ジュピターの姉妹艦、サイクロプスは、 第一次世界大戦中にバミューダトライアングルで消息不明となり、プロテウスとネレウスも第二次世界大戦の間にサイクロプスと同航路で消息不明となっている。試験公開後、アメリカ海軍発の電気推進船であるジュピターはカリフォルニア州サンフランシスコで海兵隊の分隊を上艦させ、ベラクルス危機で緊張した時期の1914年4月27日に、 メキシコのシナロア州マサトランで太平洋艦隊に報告を行った。ジュピターは太平洋岸に泊まり10月10日にペンシルベニア州フィラデルフィアに向けて出港した。途中コロンブスデーにパナマ運河で記念の汽笛をあげる。ジュピターは西から東へパナマ運河を通過した最初の艦であった。アメリカ合衆国の第一次世界大戦への参戦に先立って ジュピターは大西洋艦隊援用部隊に所属し、大西洋を及びメキシコ湾を巡航した。1917年4月6日にバージニア州ノーフォークに到着し、海軍海外輸送部隊に配属される。同17年6月及び1918年11月にフランスへの貨物輸送を行い、その間球誕任務は中断された。 1919年1月23日にノーホークに帰還し、その後3月8日にフランスのブレストに向かい、ヨーロッパ水域で球団任務に従事する。8月17日にノーホークに帰還し、西海岸へ移動、空母への改装が同年7月11日に承認された。12月12日にハンプトンローズへ移動し、1920年3月24日、 退役。1910年11月14日、アメリカ海軍は、チェスター休憩巡洋艦のバーミンガムに、仮設飛行艦班を設置し、友人バートン・イーリーが操縦する、カーチスモデル D により、発艦に成功した。翌年1月18日には、装甲巡洋艦のペンシルベニア後部に飛行艦班を、設置し、発着艦にも成功した。この アメリカ海軍はたびたび実験を行ったが、当時の航空機を洋上で安定的に運用するのは無理という結論になり、艦艇への搭載は見送られた。1914年4月以降、水蒸気を搭載した巡洋艦が出現したが、これらは飛行艦板を持った空母ではない。この後に勃発した第一次世界大戦では、航空機が劇的な進化を遂げた。イギリス海軍は、 大型軽巡洋艦を改造し、1917年3月にフューリアスを完成させた。続いて、大型火客船を改造し、1918年9月に空母アーガスを送り出す。アーガスに刺激されるように、列強各国は航空母艦の建造に乗り出している。アメリカ海軍もイギリス海軍から技術提供を受け、航空母艦の構想を具体化していく。 イギリス造船艦が提案した初期の空母案は、対艦用の6インチ砲と、魚雷発射艦、対空兵装として4インチ広角砲4門、速力30から35ノットの速度性能、軽巡洋艦程度の防御力であった。続いて、全長250メートル、排水量2万4000トンから3万トン級大型空母の、構想を進めるが、予算不足と、 大型艦建造可能な造船所の問題も絡んで棚上げされた。とりあえず既存艦を航空母艦に改造して艦隊に配備することになり、1919年6月に旧体艦ジュピターの改造が決定した。ジュピターは海上で航空機を運用するという新たな考えの実験のため、1920年、ノーフォーク海軍交渉で、 アメリカ海軍発の航空母艦に改装された。上部構造物を撤去し、両舷にまたがる支柱を設け、その上に船体の全長にわたる飛行艦板を設置した。ラングレーの飛行艦板は長方形であり、前端と後端は船体からはみ出している。この点で、船体の上艦板平面形状と飛行艦板の形状が一致していたアーガスと異なっていた。 ラングレーは最終駅時より飛行艦板の両側にカタパルトを装備していた。これは水蒸気射出用の永遠家や I 型で1928年に撤去された。無線用マストは飛行艦板中央部に起頭式のものを装備していた。着艦制度装置はイギリスから輸入した縦作式であったが着艦事故が多発して1929年に 横作式に改められた。水上艦との交戦を想定し、空母改造時のアメリカ海軍戦艦が標準的に装備していた5インチ51後継砲を4門搭載したが実用的でないため撤去された。また、昇降式環境だったアガスに対し、ラングレーは飛行艦板と船体前方の隙間に環境を設けている。これは、 旧短官時代の環境をそのまま使用したのである。日本海軍の軽空母と同様の、いわゆるフラッシュデッキであった。石炭層が航空機格納庫に転用され、飛行甲板の中央部にエレベーターが設けられた。格納庫から飛行甲板に飛行機を移動するためには、飛行甲板下部のクレーンでエレベーターの区画まで運び、そこから飛行甲板にエレベーターで上げる。 エレベーターは旧短管時代のものを転用し、縦13.7メートル幅11メートル、最大運用可能重14.5トンであった。格納庫開口部に水上偵察機用収用のクレーン2機が設置されている。フラッシュデッキ型空母ながら密閉式格納庫だった同世代の小型空母包装と異なり、ラングレーは、いわゆる開放式格納庫であった。搭載機は、 約30機であったという。48機という資料もある。肺炎処理方式と煙突の形状は、春光時から幾度か改良された。春光時、先体後部原則に固定式直立煙突を設けていたが、肺炎の気流で発着管に支障をきたした。湾曲煙突に変更した時期もあったが、最終的に気筒式の直立煙突2本となった。 船体の中央からやや後ろより、左舷側に細い煙突が2本立っている。ターボ電気推進機関、二軸推進艦で、通常6500馬力、カフカ7142馬力、最大速度15.5ノットで、空母として物足りない性能であった。1920年4月11日、天文学者であり、航空学のパイオニアでもあるサミュエル・ラングレーの名に、ちなみ、 ラングレーと改名され CV-1 に艦首変更される。ラングレーは1922年3月20日にケネスホイッティング艦長の指揮下再収益する。アメリカ海軍初の航空母艦がラングレーと命名されたのはオービルライトと合衆国政府の対立の一端が現れたものであった。アメリカ海軍初の航空母艦としてラングレーは 数多くの重要な出来事の現場となった。竣工後の10月17日にバージル c ー・グリフィン中尉は最初の飛行機ボート VE-7 を操縦し発艦した。飛行機が船から発艦したこと及び飛行甲板を装備した艦はラングレーが初めてではなかったがグリフィン中尉の発艦はアメリカ海軍の記念碑的出来事であった。10月26日 ゴッドフリー・シャバリア少佐は、エアロマーリン39で最初の着艦を行った。11月18日にホイッティング艦長が発艦を行い、空母艦上からカタパルトで発艦を行った初の飛行家となった。1923年1月15日までラングレーは、カリブ海で着艦試験を行った。6月にワシントン DC へ向かい、ラングレーは、 軍の交換及び市民の目前でデモンストレーションを行った。6月13日にノーフォークに帰還し、同年末まで大西洋岸及びカリブ海で訓練に従事した。1924年に入るとラングレーはより多くの演習及び展示会に参加し、夏にはノーフォークで修理及び改装が行われた。同年末には西海岸へ向かい、 11月29日にサンディエゴに到着し太平洋戦闘艦隊に加わる。1925年4月、カタパルトで来撃機の射出実験を行う。ワシントン海軍軍縮条約により巡洋戦艦を改造したレキシントン急行空母艦2隻が竣工すると、ラングレーは空母運用の実験や訓練任務に従事するようになった。その後、 カリフォルニア沖及びハワイで実験、パイロット訓練、艦隊演習などに従事した。ラングレーで訓練されたパイロットは、歴史トン級2隻で重要な役割を果たした。水蒸気母艦、ラングレー。艦板いっぱいに水蒸気を搭載したラングレー。日本機の爆撃下にあるラングレー。1942年2月27日、ラングレーの最後、 1942年2月27日、アメリカ海軍通算4番目の空母レンジャーや、ヨークタウン急行空母艦の配備や建造が始まると、原始的な航空偽装と低速のラングレーは、空母としての役目を終えた。ラングレーは、ワシントン海軍軍縮条約で、空母試作艦艇として、条約制限外艦艇として扱われていたが、第二次ロンドン海軍軍縮会議の予備交渉で、 アメリカ側が作戦用空母として、条約制限排水量内に含めることに同意したこと、及び代官として、空母アスプを第一次、ビンソン計画枠内で建造することになり、空母からの転籍が決まった。1936年10月25日、ラングレーはカリフォルニア州のメアアイランド海軍交渉で、オーバーホール及び水上規模艦への回収が行われた。 全部飛行甲板が撤去されて、環境養生部構造物が増設され、飛行機発信能力を失った。100メートルほど残った後部飛行甲板は飛行機の搭載に用いられた。ラングレーは1937年2月26日に改修が完了し、4月11日に AV-3 へ艦首変更された。航空機偵察部隊に配属され、 ワシントン州シアトル、アラスカ州首都下シとか、新ワ湾、サンディエゴで作戦活動を行う。1939年2月1日から7月10日まで、大西洋艦隊での任務で展開し、その後太平洋艦隊に配属され9月24日、マニラに到着。後に、アジア艦隊に配置外となり、水上規模艦、チャイルズ、プレストン、ヘロンと共に、 飛行艇と水蒸気からなる飛行偵察部隊の支援活動に従事した。1941年12月7日の真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発した時、ラングレーはルソン島のカビテに停泊していた。海戦初日、飛島作戦によりルソン島マニラ周辺を攻撃した日本軍は B-17 とその飛行場を集中的に襲ったので、 マニラの連合軍艦船は特に被害を受けなかった。12月9日、第11航空艦隊は飛行場攻撃と、マニラ港内及び、キャビテ軍港の艦艇を攻撃しようとしたが、濃霧のため出撃できなかった。ラングレーは、アジア艦隊機関の重巡洋艦ヒューストン、アセスヒューストン、CA-30、軽巡洋艦ボイシ、アセスボイジー、CL-47 をはじめとする。 主だった艦艇と共にフィリピンを抜け出してジャワ島に向かった。日本軍は12月10日時点でアジア艦隊水上部隊がスールー海に被体していると考えていたが実際はすでにセレベス海を南下していたのである。アジア艦隊は少数の潜水艦で日本軍の作戦を妨害した後最後まで残っていた小型艦艇をスラバヤ方面に撤退させた。ラングレーは ボルネオ東部のバリクパパン、セレベスト・マカッサル、ジャワ島・スラバヤを経由して、オーストラリアに向かい、1942年1月、初旬に、同大陸ポートダーウィンに到着した。しばらく、オーストラリア空軍の対戦紹介に協力する。その後、日本軍に対抗して、オランダ領東、インドで、アブダ司令部のもとに結成された、アメリカ、イギリス、オランダ、 オーストラリア4カ国のアブダ艦隊に配属された。南方作戦に伴う乱印作戦において、日本軍の進撃は止まることを知らず、やがてジャワ島に対しても空襲が行われるようになった。連合軍は、ホーカーハイケーンやブルスターバッファローで、連合軍は、さらなる戦闘機を発し,し、インドに輸送途中のカーチスピーマナスを引き抜くことにした。ラングレーは、 元飛行看板上に32機のカーチス P-40 を乗せ、33名のパイロットも乗艦した。貨物船、シーウィッチも、P-40 戦闘機27機を、梱包状態で搭載した。2月12日、2隻はダーウィンを出発、フリーマントルに向かった。同地で、セイロンとセイロン一機の MS-5 戦団に、加わる。2月22日、 フリーマントルを出撃した。翌23日、ジャワ島チラチャップ所在のコンラットヘルフリヒ中将は、P-40 を大至急チラチャップへ輸送するよう命じた。フェニックスは、戦乱護衛を続け、水上規模艦ラングレート貨物船、シーウィッチは、護衛なしで、ジャワ島中部ジャワ州南岸部のチラチャップに向かった。だが、低速の貨物船は、次第に、 ラングレイから離されていった。2月26日、第2空襲部隊の作敵機がバリ島南方でフューリアスらしき特設航空母艦を発見した。2月27日早朝、ラングレイはジャワ島から出迎えに来た駆逐艦ホイップル及び駆逐艦エドサルと合流した。同日、バリ島265度368回りの地点で 日本軍の作敵機がラングレーを発見した。バリ島に進出していた高尾航空隊の一式、陸上攻撃機17機が攻撃に向かった。魚雷や対艦用爆弾が到着していなかったため、陸攻は陸用の 250kg 爆弾と 61kg 爆弾を搭載していた。台南空所属の冷戦は98式、陸上偵察機に誘導されて先発した。 ラングレーを護衛する戦闘機はなく、広角砲4門と 40mm 機関砲16門で一式立候を迎え撃った。立候、第2中隊8機が高度 5000m から登壇したが、命中しなかった。続いて第1中隊が2度登壇をやり直し、3度目で登壇した。11時54分からの爆撃で、ラングレーは5発の命中弾と3発の試金弾を受けた。 命中箇所は全部、左舷側のスタックスポーンソン、艦尾付近の飛行艦板及び、エレベーター付近の飛行艦板左舷側に2発であった。瞬発進艦のついた陸用爆弾の炸裂により、飛行艦板に並べていた P-40 が炎上した。艦尾への被弾では、火事が重火事の状態で動かなくなった。最後に冷戦6機から、機銃走車を受けた。ラングレーは、 左舷側に傾斜し、浸水のため機関は停止して、航行不能となった。追伴していたエドサルか、ホイプルのどちらかが、ラングレー的爆撃機の爆撃を受けつつありと暗号を、組まず、平文で送信したため、この通信を傍受した高尾航空隊は、敵戦闘機を警戒して去っていった。高尾航空隊の攻撃が終わった後、ラングレーは、航行不能になっていた。 駆逐艦によって栄光するとしても、チラチャップ港入り口の浅い水路を通過するためには、浸水により沈みすぎていた。火災の拡大は食い止められたものの、浸水は止められなかった。転覆の恐れがあり、いつまた日本軍が現れるともしれなかったため13時32分に至って艦の放棄が命じられ、13時58分までにラングレー乗員は随伴艦2隻に収容された。 陸軍航空軍の人員も含めて上艦していた484名のうち死者は7名、行方不明者は5名であった。ラングレーの陸民のうち177名が、エドサルに308名がホイップルに救助された。14時28分、ラングレーを処分するため、ホイップルは4インチ砲弾9発を打ち込んだが効果はなかった。ホイップルは14時32分に、 無限管備付近に魚雷一本を撃ち込み、14時45分には、左舷側にも一本魚雷を撃ち撃ち込んだ。これにより、ラングレーでは大規模な火災が発生したものの、まだ沈まなかった。しかし、日本軍が再び現れる恐れがあることから、駆逐艦2隻はラングレーを残してその場を離れた。同時夕方、オランダのプビー飛行艇がラングレーが沈没したと報告している。 救助されたラングレー乗員は駆逐艦から給油艦ペコスに移動することになった。オーストラリアを出発したペコスはインド洋へ向かう途中だった。ペコスと駆逐艦2隻はクリスマス島に集結する。3月1日、洋上でラングレーの生存者の異常が行われた。ところが同方面の連合軍艦艇はジャワ島南方で行動中の第1、 航空艦隊司令長官、ナグモ忠和中条率いるナグモ機動部隊に捕捉される。ペッコスは第一航空戦隊及び空母総流より飛来した99式艦上爆撃機に撃沈される。ラングレーの陸民も多数死亡した。ホイップルはペッコスとラングレーの生存者をオーストラリアへ送り届けた。ラングレー沈没に立ち会ったエドサルも、 ナグモ機動部隊に捕捉され、カカカン隊、総流艦爆隊、第3戦隊と第8戦隊の集中攻撃により沈没した。付近を行動していたオランダ商船モットヨカードーも、ナグモ機動部隊の駆逐艦に撃沈された。また3月31日のクリスマス島攻略作戦において、クリスマス島に取り残されていたラングレー運用長が捕虜となり、 軽巡ナトリで連行されている。ラングレイを攻撃して致命傷を与えた高尾航空隊では攻撃隊指揮官がラングレイを撃沈したと報告した。しかし参謀はこの報告を採用せず空母一石撃破という評価に止めた。またラングレイ被爆を伝える伝文を傍受していた日本軍は沈んだのがラングレイであると推測した。 またクリスマス島攻略作戦で捕虜にしたラングレーの陸民員から同官の行動を知った。ここで問題が生じた。日本軍は大本営発表で同年1月8日にイ25が太平洋のジョンストン島近海でラングレーを撃沈したと報じていた。日本海軍はイ25が撃沈した艦艇がラングレーでないことに気づいていたが結局本当の ラングレーは大本営発表で特設航空母艦と報じられた。ありがとうございます。